もう圧倒的にあのアメリカの方がいろんなものにこうね、分散させて運用しているということになります。つまりお金に働かせているということになるわけなんですね。こんにちは、木村拓哉です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回ですね、たまたまなんですけど、日本とアメリカのですね、家計の過去20年間の資産の増え方が圧倒的に違って差がついてしまったっていうのをね、見ましてね、それについて話をしようと思うんですよ。はい、やっぱこれからのことを我々考えていかなきゃいけないのでね。はい、それはでも気になりますね。そうなんですね。それどういうことかというと、やっぱりこれデータから見ていきたいんですけども、まずこのデータ見ていただきたいんですけども、1995年からね、20年間でアメリカはですね、資産をですね、約3倍、まあ3倍強なんですけど、まで増やしてるんですね。すごいですよね。100万があったら300万、1000万があったらもう3000万になってるんですね。でも日本は本当に 1.5倍、約ね、ですからもうアメリカの半分なんですよ。やっぱこれ大きくないですか。大きいですね。なぜかってことなんですけど、このグラフにも現れてますが、はい、やっぱりね、金融商品のね、この運用のですね、差が出てるんですね。はい、まあ端的に言うとアメリカの株と日本の株ということになるんですけども、まあですからやっぱここはすごい大きくて、ですから日本人はね、もうやっぱり日本だけの運用の仕方とかね、日本の経済的に関わっているっていう考えはね、もう捨てていかなきゃいけないっていうのが、まあこれで分かりますよね。このグラフも見てほしいんですけども、はい、1970年代からもちろん遡って、見るとね、日本の経済っていうのは、まあ10倍にはなっているんですけども、アメリカはもう35倍になってるんですね。もう全く違った領域まで来ているわけなんですよ。ね、本当に右肩上がりで上がっていってるっていうのが分かると思うんですね。で、上がる角度も今アメリカこうですけども、日本はちょっとね、こう横ばいじゃないですか。はい、だからこの先っていうのもね、大体分かりますよねということになります。で、次にこのグラフなんですけども、これ平均のね、家庭のですね、資産をどういったものに分配しているかっていうことなんですけども、日本の場合ですね、この現金とか預金がもう 50% 以上なんですよ。あ、やっぱりね、本当に日本人っていうのは貯金が多いなという感じがします。一方アメリカはもう 10% ちょっとなんですね。もう圧倒的にあのアメリカの方がいろんなものにこうね、分散させて運用しているということになります。つまりお金に働かせているということになるわけなんですね。本当にね、 10% ぐらい、まあこれ最低それが持っておけばいいと思います。でもそれ以外はね、金融商品であるとか、あとこれ不動産が書いてないんですけど、私が推しているね、これね、多分その他の中に含まれていると思います。ああ、なるほど。はい、やっぱり不動産にもね、やっぱり入れる必要があると思うんですね。これは覚えててほしいんですけども、欧米の方ではずっと昔からですね、資産三分法っていう言葉があって、何かというと、資産は現金と株関係、金融関係ですね、あとは不動産、この3つに分配させてね、運用しましょう、保持しましょうっていうね、もう言葉ぐらいなものなんですよ。で、日本人は全然それ知らないので、稼いだら貯金として貯めましょうっていう、もうしつけ文化習慣できてきているので、ですからね、この日米の差ができてしまっていると、やっぱそういった文化あるから、その経済は伸びないし、金融商品、株などのね、指標も上がっていかないっていう逆の面もありますよね。はい、ということになると思います。はい、でそれでね、私が伝えたいのは、このようなものの、さらにベーシックな分かりやすい考え方として、金も資産も貧乏父さん、私もこの本からガラッと変わったので、これをお勧めしたいと思いますね。私の動画でも話してますんで、まあ、これですけど、まあ、見てない方は見てほしいんですけどもね、やっぱりESBI ってもう有名なね、働き方の整理がありますけど、はい、日本人っていうのは ES、 つまり左側でね、自分で働いてお金をコツコツ貯めるっていう考え方でも、欧米の方は極力右側の方ね、投資とか不動産とかね、会社のオーナーにの権利を持ってっていう、お金に働いてもらうっていう考え方、もうそれが普通なのでね。はい、ですからね、やっぱり日本は本当に遅れているし、その結果この20年、あともう 40、50年のその結果なので、これから先のことを考えたら、日本人はね、やっぱりね、お金についての勉強をしてね、お金に働いてもらうね、
そういった活動をするといいと思います。いやお金がないよって方がいらっしゃると思いますけど、そのお金を作るキャッシュエンジンとして、私はね、特にサラリーマンは不動産投資、家賃収入っていうのが本当に元で少なくできるので、これは本当に良いかと思います。不動産投資についてはこの動画ね、私説明してますんで、はい、こちらを見ていただけたら良いかと思います。はい、いや確かにそうですよね。日本人は特にやっぱりそういった部分の知識がかなり少ないかなと思うんで、やっぱり意識して学んでいく必要はありますよね。はい、そうですよね。はい、このようなね、お金とか資産形成とか不動産投資に関する情報をね、私の経験に基づいて社会貢献のつもりで、はい、このチャンネル発信してますんでね、登録しておくと、勉強になるかと思います。あと私公式 LINE を運営していまして、そちらに登録していただくというと、16本の私の成功則の無料動画をプレゼントしますんでね、ぜひ登録していただけるといいかと思います。登録の方は下のビッグ欄にあります。はい、では今回は以上になります。ありがとうございます。